石川県金沢市の石引通りにあります日本酒の老舗福光屋。1625年創業という長い歴史を持ち、酒造りすべてをアルコール添加しない純米造りにしている会社です。今回はそんな福光屋の日本酒造りの工程をご紹介。日本酒はどんな風にして作られるんでしょうか？はい、日本酒の原料というのはお米なんですけれども、まず最初にお米を蒸すという工程を取ります。それから麹を作って、それから今度酵母を育てるという工程に入ります。蒸したお米、それから麹に水を加えて酵母という微生物を加えます。できた酒母にもう一度蒸したお米、それから麹、水を加えて発酵をさせていきます。発酵させるといわゆるもろみというものが出来上がって、それを今度絞るという工程に入ります。ここで注目！福光屋のお酒の秘密は酒蔵入口にあるこのお水なんです。その名も百年水。白山から1世紀かけてここにたどり着いているんです。ミネラルなどがたくさん溶け込んでいるこの百年水は、福光屋の酒造りには欠かせないお水となっています。さて、皆さん知っていましたか？福光屋では酒蔵コスメも研究されています。なんとこんなに効果が期待できるみたい。これは試すしかないですよね。飲んでよし、肌にもよしな福光屋の日本酒。丁寧に作られた日本酒は暮らしには欠かせません。どんな活用法があるの？それは発酵食大学で紹介しています。皆さんも石川県で直に発酵食の魅力に触れてみませんか？